こんばんは、ゆかです。こんばんは、なおです。はい、今日は何するんですか？今日はですね、ベビー用品の購入品を紹介したいと思います。イエーイ、はい、今カメラには映ってないですが、この後ろにいっぱいベビー用品が並んでいますので買った商品とか、いただいた商品もいくつかあるんですけど、今揃ってる時点で全部紹介したいなと思います。ぜひ最後までご覧ください。ご覧ください。ベビー用品揃えて結構な量になったので、多分この動画も長い長尺動画になってると思うんですけど、一応項目ごとにチャプターはつけたいなと思いますので、見たいところを選択してもらって見ていただけたらなと思います。出産準備はこの赤ちゃん本舗でいただいたこのリストを見ながら購入していったので、これの項目ごとにちょっと紹介していきたいなと思います。まずじゃあお出かけ編からいきます、はい、お出かけ編で、購入したものはまず、ベビーカーは以前紹介した動画がありますので、詳しくはそちらを見ていただきたいんですけど、メーカーはジョイのスマバギ 4WD ドリフトフレックスで、色はカーボンの色を選びました。こちらは、Amazon で購入して29,800円でした。あ、そう、ちなみに購入した商品全部一応分かってる範囲で、購入時の金額を出そうと思うので、そちらもよかったら参考にしてみてください。ちなみに購入時の金額です。セールになってるものもセールの価格で出しますので、そこのところはよろしくお願いします。ベビーカーの小物なんですけど、ダイソーでフックを買いました。ベビーカーにつけるフックはダイソーで買いました。ちょっとチャッチーと思うけど、とりあえずこれで100円。次がチャイルドシート、これも別の動画にしてるので、詳しくはそちらを見ていただきたいんですが、リーマンのビットターンっていう種類で、これは金額が安くなってて29,000円で購入をしました。このチャイルドシート関係で保護マットも購入しました。これも同じ動画で、ちょっとだけ紹介してるのでそちらを見てください。で、次、これもチャイルドシート関係で、車につけるミラー、ミラーになってて裏返すとタブレットケースになってるのかな、 2way で使えるっていうことでこれを買いました。何でもよかったんですけど、これが、定価が2,000円のところ1210円で買えたのでこれにしました。車のステッカーを買いましたが、まだ届いていませんのでこの辺に写真出しておきます。これはハンドメイドサイトで購入して、クリーマーで買いました、金額が、いろいろ送料とか込みで860円でした。はい、次が抱っこ紐はこちらのコニーです。購入したのではなくいただき物で、譲っていただきました、とりあえず新生児の間とか、最初の方はこれでいいかなということで、抱っこ紐はこれ以外用意していません。もうちょっと大きくなってきたら、もっとね、頑丈なやつっていうか、しっかりしたやつを買う予定ではあるんですけど、今はまだ買ってないだけで、買う気持ちはあるというか、なんて言ったらいいの、どれを買うかっていうのはもう決め、ほぼ決定してます。ちなみに買おうと思ってるのはアプリカのラクリスっていう抱っこ紐を今後買おうかなと思ってるところです。じゃあ次、天然用品、お部屋用品でいいのかな、これ、ベビーベッドは
購入はしてません。なぜかというと、うちはベッドではないので、まあいらんかなっていうのと、あとはまあそんなにスペースがないので必要ないかなと思って購入してません。ベビー布団なんですけど、よくあのセットで売られてる、何点セットとかって売られてるものがあると思うんですが、まあ、それを見てたら、ね、使わないものとかがあったりするみたいなので、あの最初の方は掛け布団とかもいらんし、別で買った方がいいんじゃないかなと思って、基本のセットは買ってません。私が買ったものとしては敷布団を、このこれを買いました。これ何かっていうと、シームレスプレイマットです。広げると大きいサイズになるんですけど、これをアマゾンのプライムデーのタイミングで購入しました。定価が 15,900 円のところを 13,515 円で買いました。これを一応寝る時用の、マットレス代わりに使おうかなと思っています。硬すぎず柔らかすぎず、いい感じの硬さなので、これがいいかなと思ってこれにしました。掛け布団は買ってないのと、はい、スリーパーを買いました。予定日が9月末で、まだちょっと暑いかなっていう感じなんですけど、その後からだんだん冬になっていくので、ちょっとモコモコのあったかめのやつを買いました。多分必要になってくるんやけど、とりあえず1個だけしか買ってません。次がバウンサー、はい、はい、バウンサー買いました。これは、ベビービュルンのメッシュのバウンサーで、これはメルカリで買いました。中古です。でもほぼ新品みたいな感じやけど、綺麗に使われてる、うん、メルカリで5400円で買いました。安い。定価は？定価でもっと2万とかぐらいするじゃない？結構するよね。結構する。安いよね。はい、はい、続いて、はい、こちらです。クーハンです。これはいただき物です。かわいい。これに入れて写真を撮ったりしたいです。これ抱っこ布団セットでいただきました。おむつストッカー、はい、あのベビーワゴンを用意してる方もいると思うんですけど、うちはベビーワゴンいらんかなと思って用意はしてません。その代わりこのおむつストッカーを2つ購入しました。なぜ2つ購入したかっていうと、こっちにおむつ替え用品を入れて、でもう一つにお風呂用品を入れて、お風呂の時にそのこれごとね持ってってお風呂場まで行こうかなと思っております。これ結構なんか見た目もシンプルでいいかなと思って買いました。真ん中にちゃんと仕切りも入ってて、横にポケットもついてます。次、年齢用品でおしゃぶりを買いました。おしゃぶり一つだけ買いました。おしゃぶりについては賛否両論あると思うんですけどね、あの歯並びが悪くなるとかってよく言われてると思うんですが、おしゃぶりはこれ私はちょっと常に使おうとは思っていなくって、夜間の授乳の時とかおむつ替えの時だけ使おうかなと思ってます。あとはまあ外出時の落ち着かせるためだけに使おうかなと思ってます。出産後はなおくんはずっと仕事で育休取れないので、部屋別々で寝るんですけど、うち吹き抜けなので私は下で寝るんですけど、赤ちゃんと一緒に上まで結構あの音が聞こえるんですよ。なので、まあ、夜間泣いてたらちょっとこの子に助けてもらおうかなと思って、一つだけまあお試しで買いました。うまくいくか分からんし、おしゃぶり自体がもう受け付けないっていう子もおるから分からんけど。じゃあ次、ベビーウェアに行くんですが、ベビーウェアで、まず肌着なんですけど、肌着はユニクロで買いました。こっちがコンビ肌着で、
こっちが単肌着です。コンビ肌着の2枚セットを3セット単肌着の2枚セットを2セットなのでコンビ肌着が合計6枚で単肌着が合計4枚買いました。肌着については、まあ、ユニクロがいいっていう風に口コミですごく多く書いてあったのでもうユニクロしか考えてなかったんですけど単肌着がいるのかどうかっていうことなんですがわからないんですよ。使ってみないと。9月末生まれでだんだん寒くなってくるのかなと思ってちょっとコンビ肌着1枚だけだとかわいそうかなと思って一応単肌着を買いました。単肌着いらんっていう人もおるけどね夏生まれの子とかやったら暑い時はコンビ肌着だけでいいかなと思っております。 H&M で買いました。3点セットの服を買いました。これとこのベージュの色かなこれとこれ。でもなんか H&M の服はすぐパツパツになるって聞いたので確かになんかちっちゃいよねだいぶなんかちっちゃないこんなちっちゃいっけと思ってちっちゃいよな。でしかも前焼きじゃないから着せにくいと思うよねちょっとミスったかもしれんけどかわいらなかっただけ、うん、ちょっと分からんけどどうなるか。はい次お洋服で 2way ウォールを3着買いました。全部西松屋です。かわいい、はい、かわいい。これとこれとかわいいこれです、うん、あこれが一番かわいいかな。一番面白いかな。まあ、新生児の頃はほとんど肌着で過ごすのかなと思ってあんまり服は買ってません。次は、ガーゼハンカチを西松屋で買いました。安いね。安い。20枚も入って、はい。でガーゼはすごいよく使うって聞いててどっちかっていうと質より量かなと思っていっぱい入ってるやつを買いました。まあ質も大事やと思うんやけどとりあえず量が入ってる20枚入りのものを西松屋で買いました。で次、はい、レッグウォーマーです。レッグウォーマーを西松屋で、4つ買いました。西松屋の店舗が閉店するときに閉店セールになってたやつを買いました。これはいただき物なんですが靴下とこれはスタイです。4つ、はい、いただき物です。次はミルク用品授乳用品です。はい、はい、次、はい、まず粉ミルクを買いました。はい、微笑み買ってます。ちょっとミルクの種類はどれがいいか分からなかったんですけどとりあえず一番前にあったやつを買いましたとりあえず微笑みを1缶買ってます。次哺乳瓶です。はい、哺乳瓶は一応3種類買いました。全部ピジョンの母乳実感なんですけどこれはメルカリで購入をしました。でメルカリでこの3点セットになってて、1399円で購入しました。この2つが、160ml で、どちらもガラスタイプのもの。こっちが、秒産院専用っていう細くて、100ml 入るやつ。それぞれ全部乳首はついてなくって今乳首つけてるんですけどこれは新しく新品で買いました。こっちも乳首はないです。乳首は新しく買ってます。哺乳瓶はガラスがいいのかプラスチックがいいのかどっちにしようか迷ったんですけど、まあ、最初の方は自分で赤ちゃんね自分でこう持つわけじゃないのでとりあえずガラスの方が使い勝手がいいかなと思ってガラスしか用意してません。ガラスだとミルクをね冷ます時に冷ましやすいっていうことだったのでガラスだけ用意しました。
でまた成長してきてこう自分で持って飲むようになってきたらプラスチック製のものを買おうかなと思ってます。あとまたお出かけするようになったらプラのものを買おうかなと思います。次、これ乳首を買いました。でこっちの、秒産院専用の哺乳瓶用の乳首はこれ新しく、Amazon で買って520円でした。こっちの、母乳実感の新しい乳首はこれはとりあえず S サイズと M サイズを購入しています。でこれセットになってて2565円でした。哺乳瓶洗いのブラシはとりあえずダイソーで購入をしました。100円です。どれがいいか分からなかったんですけど、こういうのって消耗品なのかなと思って使ってきたなと思ったらすぐ買い替えができるかなと思って100均にしてます。次、哺乳瓶の消毒グッズはこちらを購入しました。これは一応スリーウェイで使えるみたいで、つけ置き消毒もできるし電子レンジ消毒もできるし保管ケース、水切りかごとしても使えるっていうことでこれにしました。次、粉ミルクケースは、ダイソーで買いました。ミルク作るのね、すぐパッてできるわけじゃないので、これがあると便利っていう風に言ってたので誰かがこれをダイソーで買いました。はい、はい、で、こちら、セリアで粉ミルクスプーンを買いました。粉ミルクのカンカンの中にスプーン入ってるみたいなんですけど、なんか容量がちっちゃいから何杯入れたか忘れるっていうことだったので、この 100ml 用と 50ml 用のものがあるっていうふうに聞いたので一応用意してます。専用スプーンは1杯で 20ml 分やから、全然やな、ね、これ便利やと思う。はい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 、授乳クッションはこちらです。これはモフワっていうメーカーなんですけど、メルカリで買いました。状態も良かったのでもう全然これでいいやと思ってこれにしました。授乳クッションって結構ね、ハード系のやつ、なんて言ったらいいの、ヘタランやつがいいっていう風に言われてるんですけど、これ結構中が綿でへたりやすそうな感じなんですが、まあ赤ちゃん生まれてからいずれ大きくなった時にちょっとお座りの練習したいなと思って、この柔らかい素材のものを選んでます。まあ、へたってきたらまたクッション足したりとかね、上に置いたりとかで授乳できたらいいかなと思っております。まあ、使ってみないと分かんないので、とりあえず今は抱き枕として使ってます。次は、おむつ替え洗濯編に行きたいと思います。まず紙おむつはよいしょ、こちらのパンパースサラサラケア、新生児用を買ってません、これはいただき物です。これが、2セット入ってます。友達が使ってないのが余ってるっていうことなので、これをそのままいただきました。で新生児はすぐおむつがサイズアウトするっていうことだったので、とりあえずこれで様子を見て、まあ、追加では購入はしていません。今のところこれで足りるか足りないかちょっとわからないんですが、一旦これで過ごしたいなと思います。お尻拭きはこちらです。はい、これ見たことある人もいるかと思うんですが、コストコの商品です。それほどでもみたいな顔してね、はい、三重県にはコストコまだないんですけど、なんかできるできるっていう話があるんですが、近くにコストコがないので、コストコの何店っていうの、コストコの商品が置いてある個人店みたいなところ
最近そういうの流行ってると思うんですけど、そのお店は三重県にあるので、そこで買った商品になります。それが2998円で購入しました。コストコやといくらになるんやろな、分からんけど、コストコの方が一緒の値段かな、分からんけど。で、続いてこちらを買いました。はい、これはペットシーツなんですけど、よいしょ、おむつ替えシートの代わりとして使えるっていうことだったので、一応用意をしています。以前出した動画でおむつ替えシートのポータブルマットを購入したっていうのを紹介したんですけど、まあ、基本はそれを使っていこうかなと思っていて、まあ、お出かけするときにちょっとチャイルドシートに引いたりとか、激漏れしてそうな時にちょっと使おうかなと思っています。で、次おむつ処理袋はこの皆さんがよく使ってる、食パン袋、半巾用を Amazon で買っています。これがなんか本当に匂わないみたいで、これ使っていこうかなと思ってます。これなんか一袋に何個か入るみたいで、だからおむつ1個入れてそのまま口開けて置いといたら匂うから、捨てる前に留めるクリップとして、無印で袋止めクリップを買いました。この食パン袋がシンデレラフィットするっていうことで、こちらのセリアのウェットシートケースを買っています。さっきの食パン袋をなんか三つ折りにしてこの中に入れたら出せるようになるって言ってたんで、これを使っていこうかなと思って、これを2つ用意しました。これ S サイズ買ってます。はい、ちょっと入れてみました。じゃじゃーん、こんな感じでぴったり入りました。これをこう出す。お、すごい。はい、こっちも出てないし、はい、出せた。はい、おむつポットコンビのおむつポットです。こちらはなおくんの職場の方からいただきました。洗濯洗剤がこちらのアラウベビーを西松屋で買いました。この時なんか西松屋のセールやってたみたいで、これは499円で購入してます。もう一個、よいしょ。一応冷たい用も購入しています。849円でした。お風呂、ベビーケア編いきます。はい、ベビーバスはじゃーん、こちらの、リッチェルのひんやりしないお風呂マットを購入しました。これだと両手が使えるのでこれいいかなと思ってこれにしました。結構使ってる人も多かったのでこちらにしました。結構体が大きくなってきても洗うバーとして使えるみたいなので、沐浴期間が終わったとしてもずっと長く使えるかなと思ってこちらにしました。湯上がりタオルで、こちらのガーゼタオルを購入しました。アンジュスマイルっていうメーカーで、これ2枚セットずつで購入してます。なんか3色セットとかっていうのもあったんですけど、私はこの白とベージュ以外に欲しい色がなかったので、この2枚セットずつを購入してます。ベージュかわいいよね。タオルとして使うだけじゃなくって、おくるみとしても使えるし、寝るときにちょっとだけかけたりとかっていう使い方もできるので、これは結構たくさん使えるんじゃないかなと思って購入しました。ベビーソープはこちらのピジョン全身泡ソープ、無香料のしっとりタイプを購入しました。何を使っていいか分からなかったので、とりあえず名前が分かるピジョンを購入しております。
次がベビーミルクローション、こちらもピジョンのものを買いました。ベビーソープとミルクローションは両方ピジョンで揃えてます。ベビー綿棒はこちらダイソーで購入しました。とりあえず一つだけ買っています。まあ、大きくなってきたら普通に大人が使ってる綿棒でも使ってる人がいたので、ベビー綿棒として買わなくてもいいかなと思って、とりあえず一つだけ用意して様子を見ようかなと思っております。はい、爪切りはいただき物であります、はい、購入はしてません。ハサミのタイプね。次その他になるんですけど、こちらの見えるかな、はい、これは、乳頭ケアクリームです。ピュアレーンを買いました。 7g のものを一つだけ用意してます。次がこちらの円座クッションです。これ低反発でいいよね、結構、うん、ね、出産後痛いかもしれないので一応用意をしております。続いてこちら、はい、これだけじゃ何かわからないと思いますが、これ生まれた後に月齢フォトを撮る予定なんですけど、まあ、何ヶ月とかっていうカードを、まあ、自分で作ろうと思っているので、それを挟むバインダーです。以上です。多かったね。まあ、いくつかいただき物もありましたが、一応合計金額を出そうと思います。今計算しながら喋ってたわけじゃないので後出しで出します。じゃーん、合計金額はこちらにありました。高い。計算した？してない。でも大体は計算したよ。一番最初に見せた赤ちゃん本舗の出産準備リストに書いてあった商品で用意してないものもいくつかあって、まあ、代用する予定のものとかいくつかあるんですけど、またベビー用品で買わなかったものっていうのは後日ちょっと動画でまとめてみようかなと思っております。まあ、これもね、全部使ってみないとわからないので、今はとりあえず買っただけっていう感じで、使ってみてどうやったかとかっていうのはまた生まれて何ヶ月か経ってから後日レビューしたいかなと思っております。これいらんかったなとかっていうのも多分あると思うので、そんな感じで今日はこれぐらいにしときますか。今この撮影している場所がリビングの小上がりの部分になるんですけど、この小上がりのところが赤ちゃんの居場所になるかなと思っております。とりあえずね、片付けやな、ここをここを、はい、セッティングしやな、もうマット入れて。そうだねそうだねじゃなくて、はい、あとはやることとしては水通しをしないといけないので、今日はまだタグがついてる状態で紹介しましたが、まだ水通ししてません。来週1週間はちょっと雨降るみたいなので、9月入ってから水通ししようかなと思っておりますでは今日は以上となりますので、最後まで見ていただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。